朝メタルです。カズメタルです。アクセルの花田です。3人揃って名前決まってない。MTV ね。で今日紹介しますのは、マイケル・シェンカーですね。マイケル・シェンカーってね、この皆さんご存知か知らないですけど、こうドイツのギタリストなんですけども、まあ、この人もねマイケル・シェンカーグループとしていろいろアルバム出してますね。で日本でねものすごい人気あるんですよね。マイケル・シェンカーってねやっぱりこうギターのメロディアスなね、なんか日本人のこう心の琴線に触れるようなね旋律をいっぱい弾くんですよ。神や神って言われてますね。今日はね、その人の特集しますんで、さあ、どんなバトルになるでしょうね。はい、では私、カズメタルが紹介する、マイケル・シェンカーグループ。お願いします。私はですね、正直、はい、小学生の時に、初めて、あれなくなっちゃった。小学生の時に初めてこれ、ミュージックライフでこの MSG と書いてあって、ずっとマジソンスクエアガーデンだった。いや、僕も思ってた、それ。私が紹介するこのマジソンスクエアガーデン。でも私が紹介したいのはやっぱりこれですね。あれ？もうちょっと老眼がちょっと、イントゥージアリーナ。イントゥージアリーナね。イントゥージアリーナ。これがですね、新日本プロレスの次期シリーズの紹介で。かっこいいのってそれで調べたらこの MSG、 まあでも本当このねアルバムとこのロゴ、これはもう知ってたんですけど、曲はそこまで強くはない。いや僕はもうなんせでもこれはもうジャケット見て驚いた。あそれまでのマイケル・シェンカーのイメージと違うからね。ちょっとダラダラ流した今のね、顔が見えんやった。80年代仕様なんですよね。しばらくこんな髪型してます。あ、僕もね、こういう髪型憧れたな。袖まくって、ペラペラの革ジャンの袖まくって。そうそう、袖まくってた、俺もまくってた。そうだ、マイクル・シェンカーを真似して。あれ、本当はビニジャンらしいけど。いや、もう本当あれだってサブちゃんジャンバーと一緒の素材です。北島三郎がね、着てるあの、博多で3万円で売ってて、めちゃめちゃ高かった。そうなんだ。ちょっと話が脱線しましたが、はい、多分私がそんなにわかっていうことでコンサート最前列で見た時も私だけ握手してもらえなかったという、ね、はい、マイケル・シェンカー、私のおすすめはこれです。いや、まあ間違いない。ありがとうございました。マイフェイバリットマイケル・シェンカーグループのアルバムをご紹介差し上げたいと思います。私のおすすめはこれ、マイケル・シェンカーグループの3枚目のアルバムでアソルト・アタック、日本語が目視録。何よりもこのアルバムすごいのはやっぱりそのゲイリー・バーデン初代、ボーカリスト、この方はね、一遍辞めて、その時入ったのがグラハム・ボネットですね、グラハム・ボネットったらね、レインボーとかアルカトラズ渡り歩いた人ですね。だからね、その辺りがあるのかアルカトラズやけどね。あ、そうか、順番が違う間違った、そうかレインボー、マイケル・シェンカー、アルカトラズ、そうとにかくこの人のねスーパーギタリストと相性がいいんですよ。リッチ・ブラックモアとかイングベイ・マルムスティンとかね、マイケル・シェンカーとか、これぐらいああいうスーパーボーカリストに負けないぐらいのスーパーギタリストに負けないぐらいのスーパーボーカリストなんですね。この人のボーカル絶品。もう侍なんてね、僕聞いたら鳥肌立ちますね。サムライ、うわあ、サムライでね。サムライしか言わない。これね、もうアルカトラズのね、広島モナルームに匹敵するぐらいのなんか日本参加ですよ。まあ、素晴らしいです。侍魂を歌わせたらピカイチ。これはゲイリーバーデン、あ、ごめんなさい、違う、グラハム・ボネット。違う、いやもうあの人はね、ものすごくボーカルに力が入っててね、いや素晴らしい。ボーカルですね。だから今に至るまでやっぱりこのね、グラハム・ボネット人は
もうスーパーボーカリストとしてメタル界で崇められてますね。それぐらい素晴らしい方がマイケル・シンカーと組んだ奇跡的なアルバムがこのアソルト・アタック目視録ですということで、一番のおすすめ、ね、これ聞かなきゃ損ですよ、あなたね、一生の損ですから ね、 ね、なんか淀川流れ最後最後じゃあ僕のおすすめですね、じゃあ一応シゲメタルということで知らなかった、ライブ版なんですけど、うん、はい、そうですね、ワンナイトアット武道館。おお、いや、なんか同じもの CD でも思い出したし、 CD も2枚あったからどうなってんだだいぶだいぶアルツハイマーがしいや、やっぱね、これはやっぱ思い出なんですよ。うん、はいはいはい、うん、チェンカ初ラインですよ。あね、1981年ぐらいぐらいですかね。何かスコーピーとか UFO 曲やるかなと思ったら、最後にやっぱやってくれたのがそのドクターです。ああ、これ UFO の時、まあ、最後の時アンコールですけど、ね、今でも定番じゃないですか。いや、そうですよ、ね、だからドクターってね、あの曲を知ってます。まあね、まあやっぱあの曲のイントロやっぱ流れてきた時はじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、いやいやいや、もう最初のあの ギターでね、そうそうそう、泣くとこあるんですよ。だからあれでいや、ちょっと違うな、ちょっと違う、はい、でもあれで、ああもうこれはもうドクタードクターやなって、はい、分かった時はやっぱもうほんと鳥肌立って、うわーってなった、はい、もう記憶がある。なるほど、はい、だからそのシェンカーのアルバムは僕も大体好きなんですけど、うん、やっぱその思い入れっていう意味ではやっぱこれですね、うん、だからその後 CD も出たんですけど、これあのすごい不完全なんです。え、はい、レコードよりも曲数が少ないって普通は多いですけどね、レコード2枚組やけどね、うん、でその後にこっちの完全版が出て、だから2枚あるんですよ、ね、でこっちにはあのまたコージーのドラムソロも入ってる。へえ、はい、でまあなんかね、この時のラインの時は当時は調子悪かったらしいんですよね、うんうん、それであとまあレコード会社の契約とかもあって入れれなかったって話もあったけど、でもまあやっとこれで揃ったなと、うん、その調子悪いよりもやっぱ生でこの時の彼らを見れたっていう、いや、いいね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さすが、今日も熱かった語りがね、このマイケル・シェンカーグループもですね、一番最新のバーンの表紙になったりしてね、レコードレビュー、インモータルっていうのがつい最近発売されましたね。これ、来ました？来ました。僕1曲目、なんかアクセットかなと思って、うん、なんかね、ボーカリストがいろいろいてね、曲調が変わるんですけども、うん、なかなかツボついたね。何よりもね、やっぱりマイケル・シェンカーがギターを弾いてるアルバムって言ったら、もうやっぱり聴かずにいられないじゃないですか、うん、皆さんね、日本人としてね。もうそういうことで、必ずこれもね、皆さん CD 買ってくださいね。お願いしますよ。よろしくお願いします。で今日はそういうわけでマイケル・シェンカーを熱く語りました、はい、じゃあ第3弾はあるのか。あ、それは監督次第でしょ。ぜひね、皆さんがね、ここチャンネル登録しているかどうかにかかりますからね。そうですね、皆さんぜひこのアクセルチャンネル、はい、登録してくださいね。よろしくお願いします。あとコメントもいっぱいね、みんなの好きなアルバム書いてね、はい、お願いします。待ってます。待ってます。 See you See you前回ね、この喋りの滑舌が悪くて何つってか分かんないってね、批判がいっぱいもらいましてね、いや、ちょっとはっきりゆっくりとアナウンサーのごとく喋りたいと思いますからね、皆さんよく聞いてくださいね。流されるな私のおすすめはこれ、マイケル・シェンカーグループの3枚目のアルバムで、アソルト・アタック、日本語が目視録、あ、知らなかったですね、目視録って言うんだ知らんやった。何十年経って気づいたんですか。